アザラシ農園196日目でございます。特にね変化はないよ。今週も特に変化は特にないよ。あるとするとそこにこうなんか庭木の剪定された木があそこにうず高く積み上がってるぐらいかな。まあ野沢菜はね間引きを行っております。間引きを随時行っております。こういうやり方じゃダメなのかもしれないけど、でも美味しい。鍋とかにちょちょんって食べてますね。美味しいですよ野沢菜は良い。それに比べて春菊よ。春菊間引きもしてないし小さいままという、間引きをしないから小さいままなのではないかという説もあるけど、まあ置いとこう春菊に対するアプローチが弱すぎる。茎ブロック、おいるじゃん。いますね。なんでいるの青虫が。不思議だな。なんでいるの彼らは。なぜどこから来てるの。謎だ。ポイッとするしかないもんね。ポイッとするしかない。でけえ、でっかい。なぜどこから来てるの君たちは。一体わからん。何もわからん。まあでも大きいからね。これなんかまあ多少食ったところで影響はないけどね。これぐらいの大きさになったらまあ食ってくれたところで影響はないって感じなんだけど。あ、いるわ。まだいる。すごいな。巡回怠れないね。こっちはいなさそう。こっちもいなさそう。この茎ブロッコリーってな、一体いつになったら食べれるようになるのか。大丈夫かな。よしよし、じゃあ OK。 畑の方はまあこんなもんだ。じゃあ出かけます。ほなまた。